戸村さん、どないしたんや。半蔵に矢倉を壊されて落ち込んでいるんでしょ。穂村ちゃん、元気出してください。ほら、いかがですか。砂浜で拾ってきたものです。きっと美味しいですよ。大丈夫です。ちゃんと火を通してありますから。いや、そういう問題じゃ。って、食べてるし。ヨミ、いい肉だったぞ。うまかった。おさまつ様でした。一度負ければ二度勝てばいい。いつまでも落ち込んでいられるか。腹いっぱいになったところで。一勝負だ。じゃあ半蔵のみんなにリベンジする。いや、負けてすぐにリベンジというのも芸がない。まずは蛇女の櫓を攻めてみるとしよう。了解。ほな、蛇女のとこに行こうか。やあイムさん、戦いに来たで。お前は日陰。それに他の連中も、こんな時に攻められるとは。なんや、今都合が悪いか。いや、そんなことはない。僕たち誇りある蛇女はいつだって気力も体力も充実している。ここは引きこもり天国。私、動きたくない。見るからにやる気ないやん。うるさい。僕はやる気満々だ。なるほどな。今はイムさん一人だけがやる気なんやね。なんやかわいそうな気がしてきた。日陰、お前には前々から言いたかったことがある。なんや、何でも聞いてくれてええよ。お前、感情あるだろ。ないで。絶対にある。今だって僕のことをかわいそうだって言ったじゃないか。わしに感情はない。あんまりしつこいと怒るで。やっぱりあるじゃないか。今怒るって言ったぞ。はは、確かにそう言うたわ。そやけど感情はない。いやいやいや、今はっって笑ったぞ。そうやったか。日陰、わしには感情がないってただの口癖になってるだろ。そんなことないで。イムさんはほんまに失礼な人やな。わし悲しいわ。お前、僕をからかってるな。くそ、お前はいつもそうだ。ほら、アホなことばっかり言うてんと戦うで。すまんが、戦うときは本気やからな。任務開始。はあ、しんどいな。めんどくさ。しっそりゃ、仕留めたる。刻んだら、どうや、仕留めたる。あげてみや。おけおけおけ。
Thank you.
わしらの価値やね。矢倉も壊させてもらったで。みんなの気持ちがバラバラじゃダメか。どんな問題が蛇女で起こってるんかは分からへんけど、イムさんならきっと解決できるで。頑張りや。日陰、なんで僕にそんなに優しい言葉。さあ、なんでやろな。もしかしたらわし、イムさんのこと好きなんかもな。なんだって？僕のことが好き？そんなこと急に言われても困る。僕にはもうニアリって人がいるんだ。そう言われてもな、この気持ち抑えられそうにない感じやわ。抑えきれないのか？うん、抑えきれんわ。そうか、分かった、少し時間をくれないか。日陰のこと僕も真剣に考えてみる。なんだよ。よう考えてみたら、わし感情ないし、この気持ちやっぱり好きとは違うわ。どっちかというとちょっかい出したいって気持ちやな。すまんな、イムさん。まあ、これからもよろしくな。日陰、殺す。なんでそうなるんや。黙れ、殺す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 。純情な僕の心を傷つけやがって。ピンと来たで。